みずほさん、熊本西、熊本。女子秋田に決勝始まります。北口遥さん、旭川東、北海道。森真奈美さん、長崎南、長崎。浅野花希さん、土浦湖北、茨城。梶原みなみさん、薫英女学院大阪。田中ライムさん、倉敷中央岡山。以上12名で女子やり投げ決勝です。正面スタンド前では続いて男子棒高跳びの表彰です。皆様どうぞ表彰台をご注目ください。表彰者は全国高体連陸上競技専門部石井茂光部長が行います。男子棒高跳び第1位澤慎吾君、大社高校島根、5m25。澤君には賞状、メダル、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。第2位三宅耕作君、観音寺第一高校香川、5m15。賞状、メダルが贈られます。なんか充電が切れそう。同じく第2位新井拓磨君、柏木対千葉、5m15。新井君にも賞状、メダルが贈られます。第4位上松香里君、熊本北高校静岡、5m10。第5位岡本匠君、横浜聖文高校神奈川、5m5。第6位中村仁君、九州学院熊本、4m95。第7位高杉希君、大濱高校神奈川、4m90。第8位末吉裕太君、羽生第一高校埼玉、4m90。優勝いたしました澤慎吾君の栄誉をたたえ、同校の武器を掲揚いたします。皆様第4ゲート付近の掲揚ポールをご注目ください。以上で男子棒高跳びの表彰を終わります。おめでとうございました。女子やり投げ決勝競技が開始です。8種競技の得点が表示されています。ただいま映像ではすでに7種目目の尻高跳びが開始されておりますが、6種目目まで
そのトップは川端海軍近代高専三重、4398点を獲得です。続いて山下礼君駿台甲府山梨、4396点、また順位が変わりました。続いて田上俊君洛南京都、4320点、そして岸川優君長崎日本大学、4280点です。以下はスクリーンご覧の通りです。男子の8種競技6種目目までの総合の得点です。ただいま映像では7種目目走り高跳びが行われております。バーの高さが1メートル65です。この後トラックでは男子 5000m 競歩、男子 5000m 競歩の決勝が15時から行われます。この大会何回かございましたが、15時に甲府市からのお知らせの放送が入るということで情報が来ておりまして、17時ちょうどからのその防災無線が終わりましてからスタートするということで、少しスタート時間を遅らせることをご了解いただきたいと思います。甲府市からのお知らせが終了後、一呼吸を置いてスタートが決まります。どうぞよろしくお願いします。男子8種競技の走り高跳びはスタートから見まして手前が A ピット、その奥がメインスタンド側が A ピット、その奥が B ピットです。女子のやり投げ、槍を元の場所に戻す車、黄色い車体がご覧いただけると思いますが、これは甲府工業の学生さんたちが作ってくださったお手製のバギーの車です。新聞にも紹介されましたので、ご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれません。甲府工業の皆さんの力作ということでご紹介しております。スクリーンにも大きく表示されました。名前は東敵子というふうに書いてありますね。素晴らしい力作です。女子やり投げ1回目の競技すでに開始されております。続いては下田さん西南学院福岡。スクリーンはこの後トラックで行われます男子 5000m 競歩予選1組のスタートリストが表示されております。
エルシのやり投げ、ただいまの投てきは北口さん、旭川東、北海道、そして次は森さん、長崎南、長崎です。それではトラックでは男子 5000m 競歩予選1組スタートです。5000m 競歩は予選が2組行われます。決勝への進出条件は各組6着までと、7着以下は上位記録4名。まずこの1組、先ほどスクリーンにも表示がありましたプログラム記載通りの22名が出場しております。トラック1周目 400m を間もなく通過いたします。参考までに1周目 400m は97秒でした。女子やり投げは続いて浅野さん、土浦湖北、茨城。ただいまの投てき女子やり投げは浅野さんでした。さあ続いては勝ち上がりさん、群英女学院、大阪。映像の内側、男子8種競技7種目目の走り高くでは A、B ともにバーの高さが 1m70 に上がりました。トラック先頭を引っ張りますのは諫早農業長崎の山口くん。その横には横浜神奈川の石川くんです。頑張れ。
先輩入った1000m を通過いたします。 1000m 通過は4分、アセバイト歩きがいいぞ。また4分18秒、4分18秒、アセバイト、5時のコンディションです。気温33度、湿度 50%、 南南東の風 4.8m です。15をマークしたのは北口さん、旭川東、北海道。続いての投てきは森さん、名城大附属愛知。女子やり投げ、続いての投てきは井上さん、北川大に兵庫。先ほど17時現在のグランドコンディションを見ましたが、気温は33度、風も強く吹いている中での競技となっております。トラック 5000m 競歩は出場22選手がまだ1つの集団。8分45秒、この間の 1000m は4分27秒です。女子やり投げは続いて今村さん、
熊本西熊本です。映像内側、男子八種競技走り高跳び、バーの高さが1メートル70、2回目の挑戦が始まっています。先輩入った、先輩入った、男子競技走り高跳び2組の調整が千葉の2組はクリアです。続いて2組は美濃加茂家の奥村くん。女子やり投げ、ただいまの投てき、北口さん、旭川東、北海道、そして森さん、山梨、そしてしました長崎、南、長崎。男子走競技走り高跳び1メートル70、この豪華神奈川の松岡くん、クリアです。5000メートル競歩、先ほど参加いたしまして、22名全員が先頭集団を受け始めました。リキはちょっと後ろに上げすぎ、上げすぎ、あのマット4つついて、ゆっくり足を伸ばせ。1組、2組ともに参加の挑戦。男子競技走り高跳び、1組前橋南群馬のベック君は1メートル40成功です。男子ハッシュ競技走り高跳び、1組高松北香川朝比奈くんも成功です。男子ハッシュ競技走り高跳び、1組駿台大宮山梨の山下くん、1メートル70をクリアしました。走り高跳び、前の高さは1メートル75に上げられます。女子やり投げは梶原さん、訓練所学院、大阪。
5000m 競歩、先ほど 3000m 13分10秒で通過しております。このままのペースでフィニッシュいたしますと先頭は22分前後の記録となると思います。記録を残したのは勝原さん、国営女学院大阪、44m62。 さあ2回目最後の試技に入るのは田中さん、倉敷中央、岡山。5000m 競歩は 3000m を試技して試技は今年が入っております。男子走り方走り方で2組、2組は続いて挑戦したの2組。女子やり投げ記録を伸ばしました田中さん、倉敷中央岡山、48m20。 さあ試技はこれから3回目に入ります。男子走り競技高跳び2組 B ピット、前橋育英清水くん1m75を成功しました。その男子走り高跳び2組、ここまでパスをしていました洛南京都の攻撃が続いて、女子やり投げは試技3回目、まず松本さん、玉野、湖南、岡山。続いて小倉工業福岡の田中くん、1m72 にパスをしました。 1m75 も1回で、そうですね、まあ全然いいですけどすぐついてますね。トラックは先ほど 4000m を通過しております。 4000m 通過は17分29秒。この間の 1000m は4分19秒です。最初競技走り高跳び1組 A ピット、宮島工業広島の清山くん、この高さをクリアしました。続いて諫早農業長崎の西村くん、続いては山下さん、京都競泳京都。取られてないからラスト1周に入る前にできるだけ攻めろ。今8の8いける。
あと男子 5000m 競歩、先頭は先頭集団は 5000m を切って3位にばらけております。先ほど 5000m 通過申し上げましたが、少しずつですが上がっておりまして21分台のフィニッシュとなると思います。最初競技走り高跳び 1m75 の高さ、2組のビビットは 1m、 2組のビビットは2回目の挑戦です。女子やり投げ記録を 47m06 と伸ばしたのは山下さん、京都競泳京都。ここで順位が3番に変わります。さあ続いては後藤さん、土浦湖北茨城。では最終競技の走り高跳び1組、続いて鹿児島高校、鹿児島やすすぎて 5000m 競歩予選1組、先ほど鹿児島高校戦に残り1周となっております。走り高跳び鹿児島高校のやすすぎくん、今7番しました。続いて山口岡崎くんがこの高さから登場です。5000m 競歩、生徒集団は3名です。川岸くん、鹿間工業兵庫、山岡くん、秋南広島、そして青山くん、村山静岡。ラス先輩、入った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 。5000m 競歩予選第1組目は先頭集団3名で残り 100m を切っております。走り高跳びは 1m75 3回目の挑戦です。2組です。決勝への進出条件は各組6着と7着以下は上位記録4名となります。一種競技走り高跳び2組 B ビット中部消防から比嘉くん3回目に 1m75 をクリアしました。続いて仙台西宮城の相原くん、2組は調整千葉の2区が続きます。その配信競技走り高跳び手前の1組 A ビットは 1m75 ラストラスト頑張る。女子4番目、続いて柴田さん、柴田さん、歌手競技走り高跳び続いて1組 A ピットは高松北香川の3区。ラス入った。ラス入った。もうすぐだから全然入青南学院下田さん、記録を伸ばして 45m19 7位に上がります。走り競技走り高跳び2組のトップは仙台西の相原くん、 1m75 3回目にクリアです。
下肢競技走り高跳び、その2組はこれからバーの高さが1m80に上がります。1m80 の高さ、ここから大成学院大阪の大角が登場です。女子やり投げ、北口さん、旭川東、北海道の3回目の挑戦です。足競技走り高跳び、1組で1組で1個、三重高校の小学校の西村君は2回で2回目に 1m75 の成功です。続いて希望高校、神奈川の松岡君、1000m 競技の写真判定の速報が掲示板に出ておりますが、歩型の判定をして最終的な結果を確定いたします。すべて、確定をいたしましてから、改めて確定ということで、成績を表示させていただきます。男子足競技走り高跳び、1組 A ピット、続いて山形中央、山形の岡崎君、走り高跳び1組、山形中央岡崎くん 1m75 をクリアしました。続いて鹿児島商業の矢崎くん、女子やり投げ、ただいまの投てき、浅野さん、土浦、湖北、茨城、続いては梶原さん、空英女学院、大阪です。最終競技走り高跳び1組 A ピット、鹿児島商業の矢崎くん、2回目で 1m75 をクリアです。1組はこれから 1m75 の高さ3回目の挑戦です。5名の選手が挑戦をします。薫英女学院大阪、梶原さん、記録を伸ばして46m19、ここで6位に上がりました。続いては田中さん、倉敷中央、岡山、ハッシュ競技を知り高跳び2組 B ピットはすでに 1m80 の高さにバーが上がりまして、1回目の挑戦が始まっています。はい、ハッシュ競技走り高跳び2組 B ピット、続いては津山東駅の向井君の 1m80、 女子やり投げ、田中さん、さらに記録を伸ばして 49m77。 さあ試技はいよいよ後半です。試技4回目に入ります。ハッシュ競技走り高跳び 1m75 の高さ、1組 A ピット、前橋南の群馬ベック君、3回目でクリアしました。続いて高松北の朝比奈くん、トラックでは続いて男子 5000m 競歩予選2組が行われます。ただいま選手準備をしております。スクリーンにはスタートリストが表示されておりました。足競技走り高跳び1組 A ピット、続いて駿台高校山梨の山下くん、
やり投げは3回の投てきが終わってトップ8を選出しております。確定をいたしましてから後ほどお話をいたします。石川県知床首、一首で平均と、仙台工業山田市の山下君、3回目に1メートル75をクリアしました。続いて宇治山田商業 B への稲井君です。ダンボール女子のやり投げです。さあここからトップ88名の選手に絞られまして4回目からの試技が行われます。まず試技順に申し上げます。下田七瀬さん、西南